兄、それにプロデューサー、どうして私をこのような場所に。深いことは気にしっこなしだよ、姫ちん。今日はこの広い牧場でたくさん遊ぼしー。お姫ちんはいつも堂々としてるから、合宿所で何されても驚かないっぽいっしょ。だから場所を変えて予測不能な事件を起こすの。これがアミの立てた作戦だよ。あの、二人で何を話しているのです？ああ、なんでも。それじゃあ、お姫ちゃんびっくり作戦in牧場スタート。お姫ちゃん、お姫ちゃん、大変だよ。向こうで馬がパカラパカラって暴れてて。まあ、馬が、それは一大事ですね。私がなだめてきましょう。優しく鼻筋をなでてあげれば問題ありません。これまでに静まらなかった馬はいませんから。お前、さすがはお姫ちん、暴れ馬ぐらいじゃビビリンチョにならないね。んじゃあ次は。怪獣ヨーグルトンが暴れてて、胸から妖怪ヨーグルトとか出してるよ。まあ、ヨーグルトンが、それは想像しいですね。私がなだめてきましょう。優しく鼻筋をなでてあげれば問題ありません。これまでに静まらなかった生命体はいませんから。最後の手段。お姫ちん、お姫ちん、大変だよ。兄ちゃんがダダッコみたいに暴れてて。ほら、暴れて暴れて。プロデューサー、おとなしくなさった方が良いのでは。牛が驚きますよ。兄ちゃん、馬より簡単になだめられるってどういうこと？アミ、もう作戦切れだよ。お姫ちゃんには全然通じないんだもん。アミの野望はこれまでなの。いたずら王への坂を登り始めたばっかなのに、もう終わっちゃうの？食べられても牧草はまたニョキニョキ生えてくるもんね。ありがとう兄ちゃん、アミ負けないよ。消えかけて死亡説が出ても復活する強いアイドルになるから。さあお姫ちん、まだまだここからだよ。今度はあっちのロッジの方へ行ってみよう。構いませんが、あれは、なんと、あそこに見えるのは。ジンギスカンにソフトクリーム、なんという魅惑的な看板。あのようなものをいただける場所があるとは。驚いたろう。
本気を出せばざっとこんなもんだよね。アミのびっくり能力は最強の秘密にも負けないよ。ねえねえ兄ちゃん、お祝いにソフトクリーム食べていい？アミ、ミルク味とクリームチーズ味両方食べたいの。本当？やったー！兄ちゃんってば、下っ腹を。まこと、ありがたきお言葉です。では私も好きなだけ。